これは尖閣諸島で領海侵入を繰り返す中国公船などに対応するためです。海上保安庁では来年3月までに退役する予定の海上自衛隊の護衛艦4隻を回収して転用することを検討しています。4隻は就役から30年近く経っている初雪型で、海上保安庁が巡視船を新たに作るまでのおよそ3年間をカバーする予定です。しかし護衛艦を動かす人員の要請などが必要で、転用が実現するかどうかは不透明な状況です。